上関町の使用済み核燃料の中間貯蔵施設の調査受け入れをめぐり、現在開会している議会の定例会でも各市長の立場が問われています。今日は周南市、下松市、光市の周南地域3市の一般質問でも各市長がそれぞれの見解を述べました。今後さまざまな情報の収集に努めるとともに、国や県、周辺自治体等の動向を注視してまいります。安全安心が確保されるのかどうか、この辺を注視していきたい、そういう思いで答弁させていただきました。市民の皆様の安全安心の確保を念頭に置きながら、注意深く経過を見守っていくそうであります。周南市、下松市、光市の市議会一般質問では、3つの市の市長が中間貯蔵施設に対する姿勢を問われ、それぞれ経過を注視したいと答えるにとどめました。また光市の市川市長は、これまで中国電力や上関町から具体的な説明がない中で調査の受け入れが決まったことに唐突だと答えました。これは本当に唐突感があったんですね。こちらがまだまだ十分な調査をしたり、十分な考えをまとめたりする意図が全くなかったという気はしています。一方、光市議会には原子力施設の計画を進めるには半径30キロ圏内の自治体と安全協定を締結するよう促すことなどを求める意見書案が議員提案されていて、今月29日の議会運営委員会で扱いを協議することとなっています。上関町の中間貯蔵施設の調査容認をめぐっては、周南市より東のすべての自治体の一般質問で取り上げられるなど、議論は広がりを見せています。これまでの経緯を振り返ります。中国電力は先月2日、上関町に立地可能性調査を申し入れ、上関町の西哲夫町長は18日に調査受け入れを中国電力に回答しました。周辺自治体の市長町長もすぐに反応を見せました。市民また近隣の方々の安心安全がしっかりと担保されていない、説明が尽くされていないという状況の中では、今回のこの一連の受け止めにつきましては、率直に賛成とは言えない、これが私の考えであります。岩国市の福田義彦市長は、上関町が調査受け入れを回答した3日後の会見で、率直に賛成とは言えないと発言。周辺市長自治体に説明が尽くされていないことに苦言を呈しました。その後、上関町の西町長は柳井市、田伏町、平尾町、周防大島町の市長町長に対して、調査受け入れまでの経緯を説明していますが、それは先月31日、調査を容認した2週間後となっています。そして9月に入り開会した周辺市長の議会の定例会、各市長が一般質問に答える形で発言しています。今日答えた3市の市長は、動向を注視するにとどめましたが、上関により近い自治体の市長町長は厳しい発言をしています。柳井氏は配慮があってもよかったのではないか、田伏町は現時点でメリットはない、平尾町はできることならやめてほしい、中間貯蔵施設そのものに言及されていたり、容認へのプロセスに懸念を示していたり、周辺市町の住民に安全性やリスクに関して十分な説明があらかじめ必要であると話しています。そのため中間貯蔵施設そのものや核燃料サイクルに関するさらなる説明を国や中国電力に対し求めていきたいとしています。明日、上関町議会は一般質問が行われ、中間貯蔵施設に推進・反対するそれぞれの立場の議員7人が中間貯蔵施設についての質問をします。どのような論戦が展開されるのか注目が集まります。一方、県内4つの市民団体は中間貯蔵施設の建設計画を中止することなどを中国電力に申し入れました。広島市の中国電力本社を訪れたのは、原水爆禁止山口県民会議や
原発に反対する上関町民の会など県内4つの市民団体です。申し入れでは核燃料サイクル政策が破綻している状況を踏まえると最終の貯蔵施設となる可能性が高い、今回の中間貯蔵施設計画により再び町内に争いや対立が生まれようとしているなどとして中間貯蔵施設や原発の建設計画を白紙撤回することなどを中国電力に求めています。燃料サイクルがしっかり完成するっていう見込みが客観的に見てないっていうふうに思うんですよね。そうすれば最終処分に至るっていうことが現実なんではないかなっていうふうに思うんですけど、さまざまなご意見はあろうかと思っておりますので、まずはそういったデータの収集あるいは検討を進めていきつつ、しっかり中間貯蔵施設っていうものがどういうものなのかということについてもですね、地域の皆様にご理解いただけるように我々としても努めてまいりたい。原発が稼働しておるところで最終処分中間貯蔵施設を作る方がはるかにコストが安いし見やすいんじゃないか。なんで関連のゴミを関連先に持ってこなきゃいけんの、山口県を舐めとるんじゃないの。中国電力の担当者は関西電力と共同で検討することで規模も大きくなり地域への波及効果も望める、今はデータの収集段階で今後具体的な計画を検討するなどと回答していました。上関町の中間貯蔵施設関連のニュースをお伝えしました。変わっては子どもたちに地球の環境について考えてもらおうと、人工衛星で地球の観測などを行う JAXA 職員による授業がきょう、山陽小野田市の小学校で行われました。地球の健康診断を人工衛星がしてくれて、その結果を私たちに教えてくれているのかなというふうにいつもイメージをしています。この授業は地球環境を守ることの大切さを伝えるために県内の小学校で定期的に開かれているもので、出会い小学校では初めて開かれました。授業では人工衛星の研究を行う JAXA の職員が講師を務め、これまで観測したデータをもとに地球温暖化がもたらす環境の変化や影響について伝えました。北極海の氷の大きさの変化も私たちに伝えてくれます。1980年のモニタリングを開始してから今年2023年まではどんどんと小さくなっているということが分かります。みんなの生活の中で自分にできることがあったら地球環境を守るために何か始めてほしいなというふうに思います。最近はどんどん二酸化炭素が増えていることが分かりました。地球温暖化を止めるためにゴミなどやガスをなるべく減らすようにしたいと思います。授業は今月27日に市内の別の小学校でも行われる予定です。プロバスケットボールリーグ B3 リーグに所属する山口ファッツ5の選手などがレギュラーシーズン開幕を前に村岡知事を表敬訪問しました。村岡知事を表敬訪問したのは山口パッツファイブの選手やスタッフ、宇部市の篠崎市長です。山口パッツファイブの成田俊彦社長は来月7日に宇部市で新シーズンの開幕を迎えることを村岡知事に伝え、ワールドカップで日本代表が自力でオリンピック出場を決めたことにも触れました。チームですね、新しくなってメンバーをオリンピックを決めてくれた、あの雰囲気をぜひ山口県に持ってこれたらと思っておりますので。 B3 リーグのレギュラーシーズンは来月6日から始まり、全18チームが52試合を戦います。ヘッドコーチを兼任する鮫島和人選手は B3 リーグで一番速いバスケットボールをしたいとし、目標をプレーオフ進出と定めていました。オフェンスの面では本当にリーグで一番速い、バスケットボールを展開して、ディフェンスの面では本当に変形自在なディフェンスをして、宇部市を本当に元気でバスケットボールで元気よく、で山口パッツ5が本当にどん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 日本のバスケットボールをいずれは本当に引っ張っていけるようなそんなクラブになれるよう、頑張りたいなと思います。
山口パッツ5の開幕戦は来月7日、宇部市の田原田王記念体育館で品川シティバスケットボールクラブと対戦します。日本の伝統芸能に興味を持ってもらおうと、光市の小学校で児童が和太鼓の演奏を体験しました。体験したのは光市室積小学校の6年生です。授業は日本の伝統芸能に触れることで和の文化への理解を深めることを目的としています。愛知県でサーカスや演劇、音楽などの舞台作品やショーを手掛けるチームパフォーマンスラボのメンバーの指導のもと、児童は和太鼓の歴史について学んだり、津軽三味線と尺八の音楽に合わせて全員で演奏したりしました。楽しかったです。どこが一番楽しかったですか？太鼓を叩くところです。なかなかできない機会だったので、実際に触ることができてよかったと思いました。午後は和楽器と大神楽の舞台が公演され、全校児童が参加したということです。チームパフォーマンスラボは明日、山口市の生雲小学校でも授業を行います。